竹中さんと入れ替わる、えー、役をやらせていただいたんですけど、<laughs> エロー社長っていうことがやっぱりね難しいところだったんですけど、<laughs> まああのー、皆さんに助けられて楽しんであの撮影できたと思うので、今日は楽しみにしてください。楽しかったです本当に。うん、もう竹中さんが本当に盛り上げてくださいまして。うん、ごめんねもかわいそう可哀想で僕と学ぶシーンなんで。<laughs> そう、こう本当に印象的なのが <laughs> あのー、いや本当入れ替わってる話なので。はいうん なんかこの撮影のなんていうんですかギミック的なもので、うん、本当に入れ替わって撮るところがあって、うん、だから本当に女装した竹中さんに対して愛の言葉を囁くっていう <laughs> すごいシュールなシーンがあったんですけど、うん、本当に竹中さんがすごい乙女な顔をしてらして、うん、ありがとうもうもすごくキュンキュュンンしましまたこのあと、ね、見どころだと思いますんでね <laughs>、はい、ぜひ楽しんでいただければなと思います。